続いてのキャラクター見ていきましょう。続いてはアジテーターです。いやーこれでこれじゃアジテーターもちょっとじゃあ予想しますか。アジテーターどうですか。アジテーターあるしますしますいやもう俺はさフォーサーがあれだっていうのも俺アーサーとかだと思ってたのフォーサーアーサーとフォーサーでサーが一緒だよ俺浅いよ。ヘッツさんどうですか、予想ありますか。ジャックザリッパー、ジャックザリッパー、ザリッパーです。あなんか入り知恵が今横から僕がジャックザリッパーでいきなりありましたけど、じゃあ予想はジャックザリッパーということで元キャラクター見ていきましょう。こちらです。外れたら白さんのせい。あーでも結構強かったな。いやそんな簡単じゃないのかな。おーということでアジテーターはジャック・ザ・リッパーということでこちらも的中と。的中だよ。さすがのテツさんですけれども、はい、こちらアジテーターの最初のデザイン絵あるようなので見ていきましょう。こちらです。おお、かっこいい。はい、こちらジャックのデザイン画になります。もともとジャックの特徴が、まあ、ハサミで感情を刈り取るというところだったので、まあ、そこの反対の要素ということで、まあ、人の感情を勝手に切り取った上で、まあ、貼り付けてしまうような能力にしようかなと最初に決めておりました、おしゃれすぎてなので、まあ、ハサミの要素を、まあ、何かしらで表現したいなと思っていたので、まあ、切り貼り工作のような世界観とか絵作りにしたら面白いのではないかなというところで、はい、なのでちょっと平面的な見た目のキャラクターに仕上げていきました。はい、で鼻頭は、まあ、モンストのジャックから少し様子を持ってきております。で、まあ、ポジの鼻とネガの鼻の2つがあるっていう風な元の設定だったので、まあ、そういうことも踏まえて頭は実はこう2本の鼻を咲かせていますというところになっております。はい、ありがとうございます。こちらボツアンのイラストもあるようなのでこちらも見ていきましょう。はい、それボツアンですね。まあ、ただそんなにシルエットとかは、まあ、初期案から変わってないかもしれないんですけど、まあ、最初から工作っぽいこう遊びのある表現を取り入れたいなとは思っていたので、まあ、本当に最初の方から結構こんな感じで考えてました。はい、ということでイラスト周り見ていきましたね。ジャック・ザ・リッパー なんと的中ということで、どうですかテツさん、そうご説明あったところの予想も割と近かった感じですか。そうですね、ちょうどそのさっき話も出たんですけど、ジャック・ザ・リッパーがあのネガの花、ポジの花、っていうのがストーリー出てくるん で、うん、アジテーターの頭にちょうど花2個あるんですよね。でしかもなんか片方よく見るとバッテンマークありますよね、アジテーターの。あれやっぱりジャック・ザ・リッパーが切り取っ刈り取ったみたいなイメージなんですか。そうですね、おーすげーそこまで、まあ、でも、まあ、切り取った上で、まあ、ちょっと貼り付けたというか、あの時計塔とこの月のイメージも結構被ってるかなみたいな背景の部分ですね。ちょっと意識はあなるほど、すごい。でもテツさんの予想がね、はい、ジャックはもうテツさんがあったやつです、うん、いやいやいや、シロさん違うそうなると次俺が当てなきゃいけない。はい、ということでアジテーターでした。続いてのキャラ見ていきましょう。続いてはアレスターです。